ここが帝国首都か。血が騒ぐも、花のパワーアップに使えるジャンクパーツを売ってないか探しに行くも。ご主人、どうせなら新品のパーツ買ってほしいですもん。もしもし、あなたはトラさんですか。もうご無沙汰しておりますも。むいむいですも。おっちゃん、トラのことを知ってるのかも。ああ、覚えていただけてないですもん。むいむいですもん。あなたのおじいさま、先祖博士の助手だったむいむいですもん。忘れてたもん。トラ、それはひどいよ。いえいえ、とんでもないですもん。あの頃トラさんはまだ幼かったから無理ないですもん。それにご主人の頭の中は花をパワーアップさせることでいっぱいいっぱいだったですもん。なんとこれは人工ブレードじゃないですかも。そうだもん、じいちゃんと父ちゃんが残した設計図をもとにトラが完成させたんだもん。ほほほ、素晴らしいですもん。先祖博士が生きていたらきっと喜ばれたに違いないですもん。むいむい、父ちゃんがどこへ行ったか知らないかも。研究所が襲われたあの日、私はお使いに出て行って戻ってきたら先祖博士のご遺体を見つけたんですも。けど盾蔵博士のお姿はどこにも。そっか、ムイムイも知らないんだもん。がっかりするのですも、ご主人。きっと会える日が来ますも。根拠は全くないですけども。この町に着いたばかりのご様子なのにお引き止めしてしまいましたも。この先に知り合いの宿がありますも。温泉が有名なところで、よければお安く泊まれるように口を聞いておきますも。むいむい、いいやつも。ここで一休みですも。はあ、極楽だね。本当ですも。旅の疲れが吹っ飛びますも。ますもって、あんた風呂入って平気なの？錆びちゃうんじゃない？大丈夫ですも。花は特殊合金製、錆び知らず、オイルいらずですも。トラって案外すごいんだね。ご主人は最高の人工ブレード技師ですも。あ、ホモラ、先に入らせてもらってるよ。って光？なんで？なんでってダメかしら。いや、ダメじゃないけど。ナイスバディだな。ありがとう。温泉があるって言ったら、ひかりちゃん絶対に入りたいって言うから。で、入りに来たってわけ。忙しいね、あんたら。
そろそろ上がろうか。ニア、あなた。まあ、そういうこと。話さない方がいい？今はそうしてくれると助かる。わかった。じゃあ話さない。悪いね。いいお湯だったね。光、嬉しそうですもん。そりゃ500年ぶりの温泉ですもの。堪能させてもらわなきゃ。いつでも変われんの？ホムラに？もちろん。記憶は共有しているから、どちらでいても不都合はないんです。はあ、便利なもんだね。ねえ、今の音何？わかりません。何やら事件のようですが。気になるな。行ってみよう。あ、待って何？いや、光だなって。あの子の方がいい？別にそういうわけじゃ。そう。ねえ、提案があるんだけど。どうしたの？改まって。少しこっちメインでいてもいい？こっちって光でってこと？起きてそんなに経ってないから、私も君もこの力に慣れた方がいいと思います。光ちゃんと相談したんです。光ちゃんの力は強力だけど、反対に屋内や洞窟じゃ使いにくいでしょ。いろんな状況に対応できるようになるのがいいんじゃないかって。もちろん大賛成。俺も君のことをもっとよく知りたいしね。何よ急に。私もあの子も基本的には同じだから。そうかな。光の方が当たりがきついんだけど。仕方ないでしょ、そういう性格なんだから。ほら、そういうとこ。なんで笑ってるのよ。いや、楽しいなって。ホムラと出会っていろいろ経験できたからね。そして今度は君と出会えた。楽しいことばかりじゃなかったはずでしょ。なのになぜ？辛いことも明日の自分の糧になる。そう考えちゃダメかな。前向きなんだ。前しか見てないってじっちゃんにたまに怒られるけど。しょっちゅうの間違いじゃろ。あそこじゃない？みたいね。バカな、当たっているはずなのにブレイドンなのか。いや、違う。ヒーローの宇宙じゃない、
よっと。いない。どこに行ったの？トラ、お前さっきのやつ知ってるのか？何やら花に雰囲気が似てたが。あいつキクだもん。キク？トラのじいちゃんと父ちゃんが作ってた人工ブレードだもん。見間違えるはずないもん。ご主人、近くにエーテル炉反応上ですもん。エーテル炉反応確認。作戦開始。レックス、油断させないぞ。アンカーセントレーション。ロケットキック。いいね、アンカーショット。よーる。ボリングスマイル。エーテルマニア。いいね、ダイナマイト。じゃあこの相手は離れすぎ。ロケットキック、はい、カウンター。崩れろ。コンセントレーション。アンカーショット。アンカーショット。そのチャンスよ。私に任せなさい。決め決めつよ。アンカーショット。ロケットキック。ホームホースマーよ。被弾ダクロ。ドリングスマーシェイ。花バリアーナイスよ。モフモフ。全力でやるよ、光。集中して。すごくない？セイクリッドアロン。いっけー。頼りになるね、ほんと。アンカーショット。ライト。ダイナマイトが大変なの。ジーター。ストロングストキック。ハンマー。キリアン。キリアン。キリアン。ワーン。セストリークリアン。嘘。充電完了。これでも食らえな。私のラブは100万ドル。どうだよ、ジーター。作戦遂行は困難。戦術的撤退が必要と判断。待っても、キク！いない。エーテル炉反応消失。逃がしてしまったようですもん。キク。あれは先祖おじいちゃんと立蔵父ちゃんが開発してたキクだったもん。じいちゃんも父ちゃんもトラもドライバーに憧れてたもん。でも三人とも適性がなかったもん。だからみんなでドライバー適性がなくても同調できる人工ブレードを作ろうと思ったんだもん。でも逃げるも、トラ、これを持って遠くへ、そしていつかお前の手で。その後、トラはトリゴの町に隠れ住んで、父ちゃんから託された設計図とエーテル炉をもとに花を作ったんだもん。襲ってきた連中の正体はわからないよ。正体はわからないけど、キクを奪おうとしていたのは間違いないもん。その連中の目的がキクだったとして、それがなぜ今スペルビアに？帝国兵に追われてたみたいだったけど。
わからないも、もう一つもっとわからないことがあるも。どんな？研究所が襲われた時、キクは未完成だったも。あれを仕上げられるのは父ちゃんしかいないも。ってことは、トラの親父さんはまだ生きているってことかの？父ちゃん、きっとあいつらに捕まって。そこの者たち、動くな！帝国軍か。本当は一別以来だな、天の聖杯のドライバー。メレフ様、あいつです。あの機械仕掛けの少女は我々の分隊を。はぁ、ちょっと待ってくれ。なんでそういう話になんだよ。おそらく姉様のやったことをクナの仕業と間違えてるんですね。レックスと言ったか。残念。まさか君たちが一連の事件の犯人だったとは。事件の犯人って何のだよ。俺たちじゃない、勘違いだって。やらせるかよ、やらせるかよ、やらせるかよ、やらせるかよ。ここまでか、俺たちの相手は。やらせるかよ。トクロン、トクロン、やらせるかよ。ダブルスピンエッジ、やらせるかよ。ダブルスピンエッジ、アンカーの手を上げたな。ウィンマダブルスピンエッジ、ウィンジ狙えるよ。光、集中して。レックス、セイクリッドアロー、いっけー。さすがマリア、3の旗で行くぞ。アミネ、ダブルスピンエッジ、アンカーからを放て。リンゴくん、カッター守るでダメージアーマー、ローリングスマッシュ、シルセントレーザー、ダブルスピンエッジ、やるようになったな、少年。光、分かってる。あの力は使わないでしょ。因果力強速だけでしのいで、どうしても攻撃が必要な時はホムラに変わるわ。頼む。天の聖杯、容姿が変わったようだが、何があった？教えてほしけりゃ剣を引け、この分からずや。君を告してからじっくり聞かせてもらうさ。レックス、予測直後にホムラに切り替わるわ。了解。まさかかわされた？お返しだ。メレス様、聖杯の姿が自在というわけか。いっけホムラ、当てる必要ないですよね。さすが、よくわかってらっしゃる。また手心を加えるつもりか、少年。あんたと戦う理由がないだけだよ。双方、そこまでも。君は確かアバリティア商会諜報局。メレフ様、剣を引いてください。も、軍施設に侵入し兵士たちを襲ったのはこの人たちではありません。も、では兵士たちを襲ったのはそこにいる機械仕掛けのブレイドではないというのだな。似てるけど違います。も、ニルにしっかり見ましたも。
この国について以来監視されているとは気づいていましたが、不快な思いをさせてしまってごめんなさいも、ニルにアバリティア商会のことを内定してましたも。ああ、それで商会の交易船に乗ってきた私たちを見張ってたってわけ。その監視によって無実が証明されるとは皮肉なものですな。どうやらこちらの勘違いだったようだ。いきなり戦いを仕掛けた非礼をお詫びする。いや、いいよ、誰も怪我とかしてないし、誤解さえ解ければさ。炎の貴公子殿に仕立てに出られてはせんかたなかろう。トーラは納得できないも、甘々ウインナー1年分で手を打つも。ご主人、みっともないですも。まあ私の俸給でできる限りのことはさせていただこう。ところで、君たちと逃げた犯人の間にどんな関係があるのか聞かせてもらえないか。なるほど、ここは一時休戦の上、教頭と行きたいところだな。教頭じゃと？ああ、私たちはあの人工ブレイドを捕らえ、その背後にいる者の正体をつかみたい。トラの父君は、話から推察するに、その者たちに囚われている公算が大きい。目的は一致すると思うが。そうなるのかな。下手に敵対するよりは、申し出に応じた方が得策ね。帝国の宝珠、カグツチの力はあんなものじゃない。彼女が本気を出せば、私も手加減はできない。そうなれば、ここは焦土と化すわ。天の聖杯にそこまで言っていただけるなんて光栄ね。あなたは忘れているだろうけど、以前、何度か手合わせをしたことがあるの。そりゃもう手強いのなんの。そうなんだ。その話はまた今度。どう？みんな。確かに、あんまり敵に回したくないね。わかった。じゃあ、今から俺たちは味方同士だ。私は一旦、皇宮に戻る。何か新しい情報を得たら一報をくれ。皇宮の警備兵に取り次ぐよう伝えておこう。わかった。よろしいんですか？教頭なんて結んで。お前が本気でないのと同様。向こうだって本気ではない。なのにあれだけの力を行使する。興味が尽きないじゃないか。ドライバーとしての血ですか？そんなもんさ。それに、ん？あの少年といれば、普段は見られない何かが見られるような気がするんだ。そんなことがあったのですもん。でも誤解が解けてよかったですもん。それじゃ、俺たちは俺たちで菊の行方を探そう。私の方でも手がかりを探してみますもん。なんとしても立蔵博士を見つけましょうもん。
必ずや任務を全力で任務に当たります。必ずや任務を全うしてみせます。リーダーとして務めを果たしてみせます。さあ参りましょう。よろしく頼んだもん。ご報告いたします。お疲れ様だもん。おめでとうございます。そうか、確かにその場所には30年前に廃棄された工場跡がある。じゃあビンゴってやつ？行って確認してみないことにはわからんがな。行ってこようか。君たちが？無茶はしない。危なそうなら引き返す。ってのでどう？実のところ、すぐには軍を動かせない事情もある。頼めるか？もちろん。こちらでもある情報をつかんだ。今回の一件。ノポンの政商が絡んでいるという噂がある。ノポンの政商っていうと、バーン会長？今、金の流れを洗っている最中だ。何か分かれば知らせよ。忙しそうだね。まあな、軍を動かせるようになったら私も後を追おう。分かった。また会うたな、天の聖杯。あ、カメちゃん。おう、って誰がカメちゃんじゃ。ノリツッコミ、基本中の基本ですね。ワイの名はジーク・ビー・アルティメット・ゲンブ様や。ちゃんと覚えんかい、アホンダラ。長えよ、大体なんだよ、アルティメットって。この前は周りがよう見えへんかったから運悪く不覚を取ってもうだけど、今日は正真正銘硬い地面の上や。前のように逃げられる思ったら大間違いやで。逃げてないし。っていうかカメちゃん。なんじゃい。返事してもうてるし。前から気になってたんだけど、そのカメ柄の眼帯何？ええとこに気ぃついたな。これはや、闇を突き蛇を払う伝説の眼、覇王の心眼や。めちゃくちゃ強力やから滅多なことで解放せえへんのや。中華解放したら己ら一瞬で消えてまうで。なんだ蛇眼か。ちなみに左目のコンタクト買うお金がないから捨てるんとちゃうよ。買えよ両方。っていうかまさかの金眼。ところで本日はどのようなご用件で？アホか、天の聖杯に決まっとるやろ。あのね、あんたたちに相手してやるほどこっちは暇じゃないんだ。さあ帰った帰った。なんや、わいらの気迫にビビってちびったんとちゃうんか、猫女。なんだと？誰がちびるかい、この亀頭。にや、亀頭ってのはちょっと。は？なんで？なんで？っていうか、なんで赤くなってるの光？バカ！アルティメットの力を。わしがボロくさいわ。わかってるわ。赤くなる！赤くなる！いいね、ダブルスピン。私に任せなさい。
だが、それもここまでや。行くで、うりゃ、ゴーリキ降臨、アルティメットライジングスラッシュかーい、かーいってこの前と一緒じゃん。行くよ。